さあ西山はクロス上げてくる、ゴール前、吉田は戻して大泉シュート、あー決まったー、もう一度もらう、狭いところ通してシュート決まったー、重心をかけてうわーっと決まったは、スピードがあります、パスが通って柳、柳のシュート、1点返しました、頑張って奪って、シュート放ってきました、ゴール決まった、同点、ターゲットになりうる11番宮本は今中央ショートコーナーを使ってきました、シュート右足、ここで橋本陸が絡んで石畑から一旦後ろにボールを戻します、あとここはチャンスになった、チャンスになった、さあ宮本ゴールキーパーと1対1、小ごちくスピードがあるが、小ごちくが切り返すグランターのボールが入った、音泉かわして、もう一度まだチャンスになっている、シュート見て正解だ、サミになってボールはまだ繋がっている、裏にボールが通った、西山のシュート、ドリブルです、宮本が横にいる、スクローバーそうというところ、宮本にボールが通った、シュート決まった、落ち着いて決めました、宮本なりやしのシュート、小ごちくボックスの中に入る、仕掛ける右足シュート決まった、 J3 最年長ゴール、目指せ J 初ゴール、目指せ J3 最年長ゴール、さあクロスはどうだ、ヘディング、ただカット、オニエ縦に出して、宮本サイドに開く、金子のクロス、ヘディング、右足シュート決まった、エリアの中、船橋中央シュート決まった、ファーサイド鈴木が出て、さあこれは守った、もう一度シュート決まった、崎から牟田へ、牟田のところ激しくプレッシャーに行く、さあ大泉、左に宮本、その宮本を使う、宮本シュート決まった、マヨ CC 横浜、タバディエゴが体を入れて、さあつながる、吉田明夫、左に宮本がいる、その宮本を使う、宮本のシュート決まった、争いをしている宮本を下げて、飛田線に決まりました、浮気者を縦にしてる、ちょっと狙っていた柳宮本へ、宮本自分で前を向く、外側を回る柳、しかし自分で打ってきました、そしてシュートー、どうなんで狭いところをしてサバディエゴ、今度は上村が折り返していく、正面のボールヘッドきたゴール4対0となったところで止めるか、決めました、そこで外に出るとかなりのピンチになるところでした、集中しています、ラストパス宮本シュート、今度はどこに入れる、宮本一郎
もう一度インスイング、そしてニアサイドで勝負をしました。追いつきました。仕掛けをつかみたいと終盤の戦いを見せる YSCC 横浜、堀江小越区、小越区どうする、ここまで運んできた、中には3枚いる、小越区右足、追いつきました。2対2、長いスローインを入れてきました。ズドン対応、ドラテが抜け出そうというところですが、ディフェンスの網にかかる。佐藤、佐藤持って内へ、佐藤シュート、シュートしてしまうような守備の仕方したくないんですが、全ありきでというふうに考えてきました。中に入ります、おっと入ってしまった、ゴール、まず前に送って阿比古から音泉、音泉から宮本、そしてもう一度音泉です。中には阿比古がいますが、クロスが上がって宮尾のシュートが決まって決まりました。